どうも、高千穂高校公式 YouTube チャンネルのりんです。どうも、まなみです。同じく3年のりょうです。同じく3年のこきです。同じく3年のちゅうです。今回、高千穂高校 YouTube チャンネルの企画メンバーが企画を持ってきてくれました。今回は何を行うかというと、ウルフは誰だ、お菓子で人狼ゲーム。人狼ゲームは皆さん聞いたことあると思うんですけど、なぜお菓子で人狼ゲームなんですか？はい、人狼ゲームは有名なゲームだと思うんですけど、高校生らしさを出すために身近にあるお菓子でということで、お菓子の人狼ゲームにしました。お菓子で人狼ゲームはやったことないので楽しみですね。はい、では一人ずつ自信を聞いていきたいと思います。まなみさん、自信はどうですか？自信よく当てられる自信ありますか？もちろんです。じゃあ、りょうまくん。ないです。はい、はい、こうきくん。まあ、僕は余裕です。何がえ、ウルフは当てれる自信やろ。余裕やろ。じゃあ、最後探っていけばいい。最後、ジュリくん、どうですか？まあ、ありありですね。ありありです。今回お菓子が2種類ありまして、5人のうち4人は同じものを、1人が別のお菓子を食べて5分間話をしてもらいます。そして5分後にそれぞれが思うウルフをフリップに書いて一斉に食べたものを言ってもらいます。ウルフはどうやって決めるんですか？皆さんは別の部屋に行ってもらって、こちらでくじを引いてウルフを決めていきます。別の部屋に行くってことは1人ずつ出てきてお菓子を食べるっていうことですね。そういうことになります。楽しそうですね。それではみんなやっていきましょう。ウルフはこの人です。私はこれを食べます。商品はこれです。食べてみて。いただきます。美味しいです。あ、これ食べます。食べます。応援してるよ。あ、もう食っていいですか？いただきます。自分が食べるのはこれです。はい、いただきます。あ、これこれです。それではリンさんが話を回していただいて5分間トークをお願いします。お菓子で人狼スタート。じゃあまずどうやったらいいか食べてみて。マジで甘い。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 マジでって言ったよ。まずい。クソ甘い。え、甘すぎる。甘かった。甘かった。いや、俺も甘いよ、普通に。まあ、普段から食べる。多分。あんまり食べる。いや、まあ、そこそこ言っちゃうかも。たまに。あ、うん、もうみんな、別に聞きたいこととかない？何か。あれの聞きたいこと。
たいことは食べやすい完食完食食った時の完食食感食感あ食感完食食感やばい食感やばいこういうのがダメ食感こういうのがダメ噛み応えがいい見事あれもう絶対絶対絶対量がサク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 うまいサクサクなんだよいや確かにサク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 したな、はい、カチッて確かにサクサクかその前にはその前にはそのサクサクのかサク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 の前にやろやろうこうランチャーネットウルフだよウルフおったこれスッと言ってる絶対学びやん違う違う違うサクいやサクじゃないサクやサクだってちょっといきなりそうだよいきなりそうだよサクよいきなりいきなりサク確定じゃないいやいきなりサクいきなりサクだよえ俺らも俺も俺もうん、なんかちょっと感じすぎいやいやいやゲームがいきなり咲くやつうん咲くうん咲くそれとも咲くうん咲く食い方によるよ咲くかもしれない咲く勢いがある人は勢いがある人は咲くかもしれないゆっくり行く人はじわーっと咲くえ、高気圧うん咲く咲くで、一気にいった俺もう一緒もう一緒半分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 って言葉じゃん。あの、口が想像して残ったやつをまた理解して。分かってよ。一口でいけるかってことじゃない。そうそうそう。一口でなくてちょっと可愛いこと。二パターンあるってことやるから。女子やから。一応女子やから。二口可愛い。絶対両前飲んでまずいって言ったから。いやその前に。え正直うまかった。マジ。正直美味しかった。何味？何味？甘い。味痛いけど、名前言ってたのかなってじゃあどういう時に食べたいのよし、勝負の時じゃん勝負の時勝負の時勝負の時ちょっとそれ攻めすぎたえ、でも、でもそうじゃねえ勝負やったうん勝負え、わからんやろ、何の時に食べるのえぇ、ー、じゃあ、じゃあ何パーティーの時食べる。パーティーが食べる。初めて食うか。パーティー。ちょっといつでも食う。確かに。食べる。それらは絶対だし。食べたい時に食べる。パーティー。食べる。ちょっと甘いもの欲しいなみたいな。なんかまだ何人も。定番定番。定番。定番。メッセージとかじゃない。メッセージ。メッセージ。メッセージを。ああ。一点もの。絶対学びや。相手に渡したりする。残り1点です。する。うん。みんな夫婦予想ついた。絶対に。いや絶対に俺のじゃないかも。うん。だって。え俺学び。いや俺。違う違う。いや俺おらんと思う。え絶対渡る。じゃ俺って。一人よ。俺かもしれん。ここ一緒だよ多分絶対一緒ここも一緒ないよじゃあここも一緒じゃあえでもまだになんか変わるそれでは投稿を見てくださいちょっと待って B さんから順番にウルフだと思う人の名前とその理由を教えてくださいえちょっと待って龍馬くんでなんか話を合わせに行ってる感じがカチッとしたかなって思いましたすごいって言われるそんなに言ってたの？いや、矢野コンキ君だと思ってました。俺？勝負の時に食べようとは思わなかったからです。まあ、まなみさんだと思いました。一番話が噛み合ってなくて。恥ずかしい。自分もまなみさんだと思います。まあ、勝負の時に食べるんですよ、これは。だから、そこが分かってない時点で、まなみです。僕もマナミさんです。そうじゃ始まらないの？絶対そうじゃない。話が噛み合ってない。それでは自分が食べたものを一斉に答えてください。せーの。キットカット。
は何を食べましたか。キットカットです。キットカットです。だから言ってんの、学院は探るみたいな。商品は探るな。だからメッセージとか書いてあるんだけど。そう、書いてないもん。だっておかしいよね。話しかけてらっしゃる。いや、楽しかったね、今日も。はい、今日も、うん、今日も、まあ、新しいメンバーが2人です。今日楽しかったね。今日は一番楽しい。どうでしたか、今日は。ちょっと当てられたのが残念でした。残念。リベンジしたい。したいです。山君は、まあ、今日も調子よくできましたと。じゃあ、こうきくん、感想を。感想、まあ、これ当てれたんで、まあ、今日は絶好調です。最後、ジェリ君。当てれる。当てれたくなるから、まあ、よかったです。今回のウルフは誰だ、お菓子で人狼ゲーム、どうだったでしょうか。また面白い企画を考えてきますので、ぜひチャンネル登録をお願いします。次の企画もお楽しみに。